二つのクラリネットソナタ作品120は、ヨハネス・ブラームスによって1894年に作曲された室内楽曲。後に作曲者自身によってビオラ用に編曲され、今日ではクラリネット版、ビオラ版ともによく演奏される。なお、作曲者自身の編曲によるバイオリン版も存在する。晩年に至り、ブラームスは創作意欲の衰えにより一度は作曲活動を中断するが、1891年に知り合った名クラリネット奏者リヒャルト・ミュールフェルトの演奏により再び創作意欲を取り戻し、クラリネット30奏曲作品114、クラリネット50奏曲作品115、さらにこの2つのクラリネットソナタ作品120と、クラリネットのための作品を立て続けに作曲した。この作品120の2曲はその中でも最後に書かれた作品で、ブラームスによって完成された最後のソナタ作品でもある。コーの場での初演は1895年1月7日にウィーンでミュールフェルトのクラリネットとブラームス自身のピアノによって行われたが、それに先立って作曲された年の11月に同じ演奏者によりクララ・シューマンとヨーゼフ・ヨアヒムの前で詩的な演奏が行われている。情熱的な第1番と安らいだ表情の第2番という対照的な2曲になっている。晩年のブラームスの孤高の心境と低感の境地を示しており、古典の味わいを持った作品であるが、それでも楽譜にはアパッショナーとエスプレッシーボの支持が多くされ、晩年に至っても失われなかったブラームスの情熱が見られる。ちなみに、両曲にはブラームスの作品1であるピアノソナタ第1番、第2楽章の主題が引用されている。このことは完成直後に楽譜を送って、批評を問うたクララ・シューマンへの手紙で言及されており、ブラームスは、蛇が尾を噛んで、噛むは閉じられたのですと語っている。なお、磯部周平の研究によれば、この主題は、ロベルト・シューマンからブラームスへと受け継がれたものである。第1番第1楽章冒頭部分第1番。第2楽章冒頭部分第1番第4楽章冒頭部分、シューマンからブラームスへ受け継がれた、クララコードを読み解く、レコード芸術2006年7月号、デ・ボンバーツ・アン・アプリケーション・オブ・ザ・グランド・ガスタウルト、コンセプト・ツー・ザ・ファースト・アンド・セカンド・ソナタス・フォー、クラリネット・アンド・ピアノ、オーパス、120、ナンバー1アンドナンバー2、バイ、ヨハネス・ブラームス・ハット、ポリフォーンボリューム8特集、竹光徹阪急コミュニケーションズ、1991-90リーアン、アナリシス&コンパリソンオブザクラリネット&ビオラ、バージョンズオブザ2ソナタス4クラリネット&ピアノ、オーパス、120倍、ヨハネス・ブラームス、エドワード・ガードナーム、ベルゲン P.O. ベリオ、オーケストラルリアリゼーションズ解説、ブラームスのクラリネット曲。ありがとうございます。